客室のテラスホテルラスイート神戸ハーバーランドは、兵庫県神戸市中央区にあるスモールラグジュアリーホテル。株式会社ラスイートが運営する、スモールラグジュアリーホテル。総支配人に、第1回メートルドテルコンクール優勝者である、檜山和志を迎え、2008年11月1日に、グランドオープンした。2010年5月、イギリスに本部を置くスモールラグジュアリーホテルズ・オブ・ザ・ ワールドの加盟ホテルに日本のホテルで初めて認定された。神戸市が推進する都心ウォーターフロント事業の中核をなす。国際ホテルとして神戸市のコンペティションにより選ばれ2008年11月に開業。全客室が面積70平方以上及びオーシャンビューのテラス付きである。また全室にジャクソン製の大型ジャグジーを備えている。加えて 神戸牛や赤しだいなど、兵庫、五国の食材を使用した、キュイジーヌテロアールをコンセプトに、地元兵庫県産の素材を使用した料理を提供している。館内には、レストランや、ラウンジバーの他に、女性専用のエステティックサロンもある。客室70室チャペル、披露宴会場、ガーデンテラス。ありがとうございます。